赤尾ダムは、富山県南都市、一級河川、小川水系小川に建設されたダム。高さ29.2メートルの重力式、コンクリートダムで、関西電力の発電用ダムである。同社の水力発電所、赤尾発電所に送水し、最大32,500キロワットの電力を発生する。1951年、日本発送電の分割、民営化に伴い、 小川の水力発電所群は関西電力に継承された。小川ではすでに小牧ダムやや山ダム、小原ダムといった大規模な発電用ダムが完成しており、それらの上流では聖でダムが建設中であった。事業を引き継いだ関西電力は聖でダムに加え、上流の椿原ダムや鳩谷ダムを1950年代中に完成させている。 1960年代に入ると、これら関西電力の水力発電所群の上流において建設されていた電源開発のミボロダムが完成。その後、関西電力は既存のダムに対する再開発事業を展開し、新蘇山発電所、新生出発電所、新椿原発電所、新大原発電所が続々と運転を開始した。こうしたダム再開発事業と、 並行して、関西電力は新規のダム建設も実施。開発の余地が残されていた西出ダムとバラダムとの間に赤尾ダム及び赤尾発電所が建設された。赤尾発電所は1978年に運転を開始している。東海北陸自動車道、五岡山インターチェンジから国道156号を南下すると赤尾ダムに至る。手前には道の駅上平があり。 建物の裏手に回ると赤尾ダムを下流側から望むことができる。赤尾ダムの左岸に赤尾発電所があり、その内部には富士電気製の水車発電機が1台設置されている。発電用水車として採用されたのは横軸円筒形可動羽プロペラ水車で5枚バの羽車の直径は5.1メートルもある。 建設時に比較相手となった立軸カップラン水車に対し、水の流れが直線的に作用するので、より幅広い流量範囲において、効率よく運転することができるという。道の駅上平からは、小川を挟んで対岸に、マセドの滝を望むことができる。かつて当地には巨大な岩があり、その上から望む滝は、格別と言われたが、その岩は、 赤尾ダムの建設により失われてしまったという、ありがとうございます。